はい。今日もやってきました。この時間、アロックでパンクでフォークでポップなこの時間。シャイなアンチクショー聞いてるかい？下を向いてないでこの番組を聞いて。 Yeah, you scream やってまいりました。金曜日のね、21日でございます。楽しんでいってもらえたらなと思います。金曜21日はゆうすけリーム、じゃあ、いやー、ほんとね、短い間ですけども楽しんでください。方がいいんかな。はい、ではですね、早速ですけれども、自己紹介をさせていただこうと思います。関西を中心にさまざまなところで活動させていただいております、シンガーソングライターの池内裕介と申します。よろしくお願いします。作った曲は500曲以上。2010年の10月20日に全国流通の虹色の橋という CD を出しました。Amazon とかからも購入できるんですけれども、ホームページやブログからの購入ですとサインをいたしておりますので、ぜひぜひ、このライブ終わってからとかでもいいんで、ブログをね見ていただけたらなと思います。この画面の下の方にあるブログはこちらみたいなところのリンク先から飛ぶことができますので、ぜひぜひ見てみていただけたらなと思います。相変わらずカミカミやな。では早速ですが番組紹介いきたいと思います。この番組は太陽のシンガーソングライターなんつって歌っちゃってる池内裕介がギター一本弾き語りでジャカジャカ歌っちゃったり語り出しちゃったりするよっていう番組です。池内裕介のユーストリームだからこそ、題してユースケリームなわけでございます。僕の曲の中からですねリクエストなんかも受け付けちゃったりしておりますので、 CD をゲットされた方、改めてあの曲を聴きたいよいっていう方ですね、ぜひぜひ遠慮なくおっしゃってくださいませ。それでは、短い間ですけれどもね、楽しんでいってください。お付き合いくださいませ。チューニングの話してて、マー君とエマー君、なんかヤンボーマーボーみたいなボディが似てますね。そうなんです、結構ねボディが似てるんです。前髪かわいい、ありがとうございます。ほんと雨降ったらくるくるなりますよね。何だっけ、チューニングしようとしてどんどん狂う時ありますね。確かに耳でやったらね、たまにそうなる時ありますけどね。ミヤさんこんばんは、ありがとう。いやー嬉しいな、本当にこうチャット欄というかソーシャルストリーム欄やってくれたとね、本当なんかこう賑わってる感じで、嬉しいです、ありがとう。こっちのね奈良県大和郡山市、そろそろ桜が五分咲きか七分咲きかそのくらいまで来てるかなという感じですね。多分日曜日ぐらいになったら満開になるんちゃうかなみたいなね、そんな感じですけど、皆さんのところではどうでしょうか。桜の雫、
を見るより桜を眺める横顔、見るのをずっと心待ちにしていたのに、街中が桃色の桜に染め上げられてゆく。綺麗だねってつぶやいた先に君がいない。忘れてた思いって鮮やかすぎて痛いな。気持ち置いてけぼりに、また季節が巡る。桜の花びら眺めてると、また涙が溢れて、はら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 とこぼれて散ってゆく。桜のしずくが胸を締め付ける。ここも君と歩いた道だ、ここだってそうだ。500円玉出して二人で一本だけ買った。屋台の鮎の塩焼き、こんな味だったっけ。孤独な心を君は抱いてくれた。そんなあなたが好きと微笑み向けてくれた。桜の花びら眺めてると、また心が震えて、はら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 とこぼれて落ちてゆく。桜のしずくが、桜の花眺めてると、また涙が溢れて、はら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 とこぼれて散ってゆく。桜のしずくが、桜のしずくが。ありがとう。嬉しいな、ありがとう。感想をたくさんいただきまして、そういえばコンタクトお披露目まだですかっていうことですけどもね、もうちょっと待ってください。結構予想以上に疲れるという目が疲れるということが分かりまして、まあそのうちまたね、
つける日もあると思うのでもうちょっと待ってください。あ、リクエスト、マミさんのために大好きだよって言ってあげて。何やそれ、大好きだよ、ありがとう。アユの塩焼きがアジの開きだとロマンチックじゃなくなりますね。確かにそうですけど確かにそうですが、まあアジの開きも美味しいですけどね。今ですね、この歌大丈夫をですね、バンドバージョンでレコーディングしております。またね、完成したら、お披露目する日が来ると思うので楽しみにしておいてください。
お、ユンさんこんばんは、ライブに行けないので iPod で行けたんの歌声独り占めって、いやありがとうございます。イケタンってね呼んでくれる方々ですなんて言ったらいいか、ある方はね本当イケウちゃんって言ってくれて、ある方はイケタンって言ってくれてね、ウッチーって言ってくれる人もいればね、ユウスケさんって言ってくれる人もいれば、本当になんかいろんな呼び方で呼んでくれてすごい嬉しいなと思ってます。500曲の中にボトルネック使うのはあるのでしょうかってことなんですけど、そのちょっとね興味なくもないんですけど、ボトルネックを使うのは、ただチューニング変えないといけないじゃないですか。それがねちょっとなんていうのかな、まあ、例えばライブでやる場合やったらギターが2本必要なんですよ。レギュラーチューニングやってるやつとの普通のねチューニングしてあるやつと、あとまあそのボトルネック用のギターと、そのまあなんていうかね、ライブでそのチューニングをいちいちねがっつり変えてたらちょっとね流れが悪くなるかなと思ってね、あんまり作ってないんですよね。まあ、いつかまあそういうねボトルネックのねやつもやっぱかっこいいんで、そういう歌も作ってみたらいいかなとは思っています。すげえ、小1でボトルネックが好きってすごいな渋いな、今日は泣けるなって、いやありがとうございます。リクエストいただいた歌を歌おうかなと思います。あゆみという歌を歌ってくださいと、言っていただいたんで今日歌わせていただこうと思います。なぜ僕が選ぶ道はこうも険しい道ばかりなのか、自分で選んでるのに苦笑が漏れる、高く多くもっとが欲しい、それを欲張りと言う人もいる、向上心という人もいる、やたらくっきり見えるゴールの形だけはそこへたどり着く道は、この道と今でも信じてる、すべてをなくし、すべてを壊し、何もかも手に入らないかもしれない、怖くても恐ろしくても不安に押しつぶされそうでも、僕は歩みを止められないんだ、僕は歩みを止めないんだ、高いとこなんて私は望んでいないわ、隣にいるはずの人との距離が寂しかった、僕の味方は僕だけなのか、たった一人で歩いてくのか、
誰かそばにいて、一人の寂しさにのしかかられた時、すがりつくような目の自分の弱さに涙が出た。すべて手放し、すべて捨て去る。本当に欲しいものの場所を開けるために得られるなんて保証なんてない、むしろ簡単じゃないけど、僕は歩みを止められないんだ、僕は歩みを止めないんだ。絶対に手に入れられると思ってるから、絶対に手に入れてみせるから、すべてをなくし、すべてを壊し、何もかも手に入らないかもしれない。怖くても恐ろしくても不安に押しつぶされそうでも、僕は歩みを止められないんだ、僕は歩みを止めないんだ。ありがとう、あゆみでした。大嫌いと言ってもらって総裁する、そんなことをしていいの大嫌いね、ボトルネックは何ですかっていうねことですが、まあね、まあギター講座ではないですけど、まあ軽くね、あのね、例えばね、携帯でできるかな、できひんかな、なんかボトルネックって言ってこうね、ボトルの何やろ、まあプラスチックのね、こうなんかあるんですよ、なんかあるんですよ、プラスチックのボトルのキャップみたいなやつとか、まあこういうね、ライターとかやる人もいるんですけど、こんな感じで、こんな感じで、こう分かるかな、これ携帯でやってるんですけど、これこう、みたいなね、こう、まあこういう奏法なんですよ。そういうボトルをあの小指とか薬指とかにはめて、ウィン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 みたいなね感じでやる奏法でございます。まあそういうね曲も結構かっこよくて作りたいなと思ってるんですけど、まあなかなかね、こうチューニングをね、まあさっきも言ったんですけど、変える必要があってね。おお、丸見て中さん、久しぶりです、こんばんは、相変わらずマジ最高です、ありがとう、めっちゃ嬉しいです、あゆみの歌詞しみますねって、いやありがとうございます。というわけで、あのミュウさんが先ほどからですね見てくださっているミュウさんがですね、本日誕生日やということで、ハッピーバースデーっていう歌を、悲鳴と涙で溢れ返った部屋で、今日妹が子供
顔で微笑み浮かべてる。胸の中の赤ちゃん眺めてる。人はこんなにも必死で産み、人はこんなにも必死に生まれ、人はこんなにも一生懸命生きてくんだって知っていたはずなのに知らなかった。生まれてくれてありがとう。あなたにって会えて本当に本当によかった。凄まじい悲鳴と涙で溢れ返った部屋で、きっと僕も生まれたんだ。死にたいとか殺すとか簡単に言ってた自分を思わず隠した。人はこんなにも必死で産み、人はこんなにも必死に生まれ、人はこんなにも一生懸命生きてくんだって前以上に噛みしめて生きてくんだ。産んでくれてありがとう。あなたにって会えて本当に本当によかった。生まれてくれてありがとう。あなたにって会えて本当に本当によかった。ありがとう。ハッピーバースデーでした。いや本当ね、誕生日おめでとうございます。ではでは、では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 、この音訳もわからないまま生み出されて、気がつけば地面に立ってと言われてた。生まれて間がなくてもすぐわかった。これから幾度も波に飲み込まれるんだと。壁が立ち塞がるアスファルト、割れてる土砂降りの彼岸ある、その全てが
ることがある。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる、生きて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 やる。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる。冷たい風が頬ずたずたにしても、ままずっと疑問に思ってた。人によってなんで幸せは違うの。どん底で笑う人自殺する。金持ち一体何を追いかけたら僕ら幸せと言えるだろう。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる、生きて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 やる。今日も僕は生きる、今日も僕は生きる。希望を絶たれて立ち尽くしたままでさえ、生きてるという空に生かされてるという自分があった。なら僕が生き抜くその中にも誰かを生かすものがあるはずだろう。いつもと違うテンポっていうかね、違うリズムでやってみました。今日も僕は生きる違うリズムバージョンでした。ありがとう。いやー、めっちゃみんな今日も僕は生きる言ってくれてる、ありがとう。そういえば湘南の風の CD にもマフラータオル、タオルがついていましたっていうことですが、ですね、そうそうそう、今日も僕は着るマフラータオルね、あの後ろに、僕の後ろにかかってるやつですけども、あれがですね4月の25日発売になりました。またですね、あのメルマガとかブログとかでですね、あの購入方法はまた4月の25日に、あのなんちゅうかね、告知させていただこうと思うんですけども、あのおまけのね、先着100名様、先着95名様かなにはですね、あのおまけの CD をプレゼントしようかなと、ってか付けようかなと、マフラータオルに付けようかなと思っていてね、あの湘南の風は CD にマフラータオルが付いてきたそうですが、池内祐介はマフラータオルに CD が付いてきます。本当ね、あの楽しみにしておいてもらえたらなと思います。
せい。お、ケーキ屋さん、こんばんは、ありがとう。ケーキ屋さんでやってるのかな。よいしょ。ハネアビーラーさんかな、今夜で2度目です。ゆうすけさん、とても、温かい時間ありがとうございますってことですけど、本当ありがとうございます。こちらこそありがとう、本当にね。死んだ方がいいんじゃないか、自分の価値を見失った、いない方がいいんじゃないか、自分なんか必要ないんじゃないか、僕を責める責めるその言葉も、小さな親切を全て全てが身に染みて、涙が溢れてきた、誰かの役に立ちたくて、ありがとうってただ言われたくて、現実はその反対ばかりで、情けなくて目を閉じた。それでも風が心地よすぎる、本当は生きていたい。それでも風だけどダメなままだった、こわばってるままの表情、鏡なんかなくてもわかった、普通に生きていくために最低限必要なものさえ持ってないような気がして、誰の目も心の片隅に浮かんだ言葉、どうして知れなかったんだよ、生きるのが恥ずかしかった。それでも風が心地よすぎる、本当は生きていたい。それでも風が心地よすぎた、本当は生きていたい。それでも風最高、あこれからも頑張ろうやって、ありがとうありがとう、本当ね、そういうね、なんていうかね、言葉ってこっちが元気もらえますよね、本当ね。もうなんていうかな、こっちが元気になる中年みたいなありがとうございます本当に。お久しぶりだ、言ってくれてる、ありがとう、こんばんは。おモンテインリンハさんが来てくれている、ブラジルからようこそ。おいグッドモーニング、グッドモーニング。そうか、ブラジルは朝の9時とか朝の10時とかなんかな、地球の裏側やから多分完全にあれなんですよね、12時間違うんかな、ですかね、なんかそんな感じなんですよね、きっと。よいしょ。
いやいい曲ですね、言ってくださってありがとうございます。いやこのねモンテインリーハンさん、本当にブラジルからね遊びに来てくれています。本当ねワールドワイドなね番組になってしまったなと僕英語できないのにみたいな。なんていうんかね日本語でしか歌ってないのにいいんかなみたいな感じですけど、本当嬉しい限りでございます。すごく久しぶりにこの歌が歌いたくなりました、なかなかね歌ってなかったんですよね最近は。大きなありがとうっていう歌がありまして、なんかね最近歌ってなかったんですよ、なんとなく。今日久しぶりにまた歌いたいなと思ったんで。聞いてください。大きなありがとう。ことにようやく気づいた。一人じゃできないことなんだ。話をしたり喧嘩したり笑い合ったり、だから今そこにいる君へ大きな大きなありがとう。こっちこそありがとう。君にはいつももらってばかりだった。その分別の何かあげれてたかな。君が僕にくれたたくさんのもの、心の宝箱で今も息をしてるよ。人と人の間に生まれて、人と人の間で生きてくことは不幸じゃなかったんだ。一人じゃできなかったことなんだ。ただうなずいてもらうこと、深く愛してもらうこと、だから今ここにいるあなたへ大きな大きなありがとう。ことなんだ。話をしたり喧嘩したり笑い合ったり、だから今そこにいる君へ大きな大きなありがとう。
ありがとう。ありがとう。パソコン、バッド、ハイアリング、クリーン、マイ、ベッドルーム、掃除をしながらパソコンから離れてるけど聞いてるよみたいなことかな。英語は難しいね。いやーね、本当に。いやでもね、本当、なんでしょうね。ブラジルって結構日本の音楽が結構なんていうか盛んなんでしょうかね。僕の、知ってるですね、知人の石川県のね、翼っていうシンガーソングライターの方がいらっしゃるんですけど、その方もなんかブラジル行ってくるわみたいな、なんかちょっと買い物行ってくるわみたいなノリでブラジル行ってくるわとか言ってたんで、すごい楽しみとか言ってね、言ってたんで、結構ね、なんか日本人の音楽を受けられる土地なのかなってね、思ってるんですけど、どうなんでしょうね。わからない。今日はね、なんか今日ちょっとね、しっとりが続きますけども、今日もね、この曲をなんかすっごくゆっくり歌いたくなったんですよね、今日の昼間に。泣くなはみ出し物。一人涙ぐんで寂しさ噛み殺してた。石を投げつけられた時、世界から切り離された。楽しそうに笑う人、遠くから見つめていた。本当はその中に入りたくて入れなくて、いびつな心で誰かを羨んだ。その先には何もない、わかっていた、帰れなかった。泣くな、はみ出し物の君は今にそこを抜け出せるから。泣くな、はみ出し物の人と違うってことで笑えるから。まずは人を好きになってみた。勇気を振り絞った。また弾かれるの覚悟だった。怖い顔した世界が初めて
微笑みくれた空がこんなに青いと下ばかり見て気づかなかった別の角度からものを見てるならそれぞれの立ち位置から伝え合えばいいだけだった泣くなあ満たすもの君から見えるものを教えてくれよ泣くなはみ出しものそれは誰かの希望かもしれないから泣くなはみ出しものずっと君が苦しんできたこと泣くなはみ出すものそれは世界を塗り替える力だからランランラなはみ出すもの君を他の誰が否定しても泣くなはみ出すもの君は君を信じてるじゃないかはみ出しものでした。そういえば今日言ってなかったですね。ですね、フリクルというね、僕のメルマガがございます。無料のメルマガなんですけどもですね、そこで定期的に新曲をプレゼントしております。本当無料なのでね、無料でじゃんじゃん曲がもらえちゃうぜっていうメルマガなんで、ぜひぜひ登録していただけたらなと思います。登録方法はですね、池内祐介、スペースフリクルで検索していただくか。どれやこの画面の下の方にある定期的にフルコーラスでレコーディングされた曲が無料でもらえるメルマガフリクルって書いてあるそこの下のリンク先のメールマガジンに登録っていうのを押すか akuchiusuke@s.frikuru.com っていうのにねからメールを送っていただくことで登録できますぜひぜひ無料なんで、登録していただけたらなと思いますね、1曲目で桜の雫という歌を歌いました、次はですね桜という歌を歌いますもう桜がねそろそろもうガンガン咲きそうな感じなんでもういいでしょう歌わせてください桜
やめてた桜フェラキ踊る中で君の尊さを噛みしめた変わらず花を咲かすあなたが少し羨ましい散ゆくから美しいのが終わらないものを求めてしまった散ってく桜見上げながら繋いだ手を桜のねジャカジャカバージョンでございました。ちょっと、ミュウさん、この曲今日ピアノの弾き語りで歌いましたっていうことですけども、本当ね、ありがとうございます。本当やっぱ自分の曲をねカバーしていただけるっていうのはやっぱものすごい嬉しいことで、やっぱねこうやっぱ歌で少なからずやっぱり表現するからにはやっぱ人にねどうせなら影響を与えたいなってやっぱり思っていて、本当そういう意味ではこうやってね遊びに来てくれて聞いてくれてっていうのはすごいね、まあさらにこうカバーしてくれたりね、人に CD 勧めてくれたりね、もう本当に何も嬉しいねんっていう話ですよ。本当にありがとうございます。コシミン本当ありがとう。なんかねパソコンが使えなくなるということで、本当にねまた帰ってきたらぜひぜひここに足を運んでいただけたらなと思います。足を運ぶっていう表現が正しいかちょっとわからないですけど、このページに来てもらえたらなと思います。さんありがとうございますとかね、もうほんとこっちがありがとうってね思いますよ。本当にありがとう。いやこらせ、一応次の曲で用意していた曲は全部終わりになります。電線というと電柱の上でね、こう上に電線がね、こうどこまで行っても続いてるなと思って、そんな景色を見ながらこの歌を携帯にね歌詞を打ち込んで作った、そんな記憶があります。本当なんていうかすごい不思議な感じがしたんですよね。
ずっと続いていってるなと思って、この電線って人がいるところにどこでもあるやんと思ってね、なんかこう人と人ってつながってねえなーみたいなね、そんなことを思いました。電線でした。今日はねもう一曲歌いたい気分なんでもう一曲歌います。よいしょ。そして何を歌うか全然決めてなかったっていうね、今から決めます。何歌ったかな。よいしょ。というかね、気分もそうやけど、ちょっと時間あるみたいな感じなんでね、
何歌おうかな、虹色の橋歌おうかな、なんか歌ってなかったような気もしないでもないぞ。あ、人の中でもあるな、人の中で歌おうかな、人の中で、そういえばなんか久しぶりな気がするぞ。じゃあ人の中で歌おう。よいしょ。ではでは、次の曲で本当にねラストになります。いやー本当、遊びに来てくださってありがとうございました。またね、金曜日の21時から毎週やっておりますので、ぜひぜひ遊びに来てくださいませ。本当ありがとうございました。池内祐介でした。俺は俺だ、俺が俺だ、胸を張れる自信が欲しい。人が怖い、関わりたくない、言うくせに人が恋しい。劣等感かき鳴らして、叶わない、人の中で、人の中で溺れながら必死に生きてきた。人の中で、人の中でもみくちゃになりながら、それでも人が好きみたいだ。守る、そのために人から遠ざかってみたり、誰か責めたり、自分責めたり、いろいろ忙しかったけど、悲惨な顔するために生まれてきたわけじゃないの。お前なんずらと言われて、溺れながら一心生きてきた。人の中で、人の中でもみくちゃになりながら、それでも人が好きみたいだ。ありがとう、本当ね、ありがとうございました。ちなみに金曜はね、多分1時ぐらいに寝るんじゃないかなと、分かりません。また遊びに来てください。金曜21時はゆうすけリーム。じゃあまたこの場所でお会いしましょう。ありがとうございました。